朝父は応答がなくて座ってぼーっとしていて、でひとまず母が救急車を呼んで、私と妹は学校に行って、まあ学校に行ってからどうなったか知った感じで、まあこれからどうなるかもわからなかったので、まあ不安でしたかね。仕事熱心でしたね。病気になってもあの 右利きだったんですけど、それを左利きにしまして、全部今自分でできるので、もう立てないだろうっていうふうに言われてたんですけど、それもリハビリで、それは努力の人だと思ってます。ちょっと一度延期になってからもう2年ぐらい経ってるんで、ようやくという感じもありますんで、まあ無事に終わればいいなと思ってます。マイペースな自分に合わせてくれてるというか、一緒にいてくれて、楽しいことが多くなりましたね、一人でいる時より。先ほど、挙式の方を無事、行わせていただきまして、晴れて夫婦となりましたことを、ご報告させていただきます。奥澤君、まあ、非常に真面目で誠実な、仕事をしてくれています。ちょっと特殊な清掃が必要だなと思いまして、ちょっと小道具用意してまいりましたので、乾杯。子供の頃から優しい子でしたね。それがキーワードとして一番かなっていう気がしますね。怒った顔を見たことないっていうくらいにずっと大人まで育ったように思うんですけど、もう本当に肩の荷が下りました。あのいい旦那さん見つけてくれて、本当にもう親の役目終わったなっていう、そういう思いです。自分に自信持ってこれからも幸せになってもらいたい、そういうことですね。はい、まあ寝たきりになるだろうっていうお医者さんの話から、まあ立って歩くようになって頑張ってくれたなと、定年までどうにか勤め上げてくれて、あの私たちを学校にもあげてくれて感謝しています。私たちは結婚式をできることに感謝し、大切な皆様の前で結婚の誓いをいたします。本日ご列席の皆様に見守られて、私たちはこれからも感謝の気持ちを忘れず、お互いを思いやり、穏やかで明るい家庭を築くことを誓います。2022年6月12日、新郎奥澤幸次郎、新婦奥澤美里。
外で、まあ、大変なことがあっても家に帰って家族がいればいいかなって思えるような家庭を作れたらいいなと思います。